こんにちは、めんだこです。はい、今回はローソンとチェーンソーマンのコラボでランチパックがね出てたので、このランチパックの袋を使ってキーホルダーを作っていきたいと思います。ランチパックの袋は裏から開いてこういう形にしておきます。使用するものはこちらです。まずはランチパックのパッケージをコンビニでコピーしてきます。サイズは 50% 縮小で半分のサイズにしてきました。サイズの方は皆さんの好きなサイズで印刷してみてください。周りをカットします。少し余白を残すぐらいで OK です。カット完了しました。そしたらこの B6 軟質カードケース、ふにゃふにゃのふにゃふにゃのカードケースを使います。くっついて袋状になっているので3辺をカットしてペラペラの1枚にしてください。さっきの軟質カードケースにパッケージのイラストを転写していきます。転写の仕方はプラ版転写とほぼ同じです。クリアファイルを開いて軟質カードケースを置きます。絵柄が下になるように真ん中ぐらいに置いてください。次に使うのがダイソーのノンアセトンリムーバー。この子はすごく転写に優秀なのでいつもこれを使ってます。リムーバーを紙の上にかけます。これくらいで大丈夫だと思います。クリアファイルを閉じます。定規でリムーバーを全体に染み込むように行き渡らせます。足りなかったら足してください。全体に染み込んだら定規でこすっていきます。全体的にこすります。プラ板転写の時よりすぐに転写できるのであまり強くこすりすぎないようにしてください。そしたら紙を剥がしていきます。結構紙が残ってしまった。プラ板の時と違ってコピーする時に色を薄くしてないので結構ね紙がこんな感じで残ります。でそういう時は旅行液をさらに足して指の腹で優しく紙をこすり落とします。力を入れちゃったりすると転写したインク色も落ちちゃうので注意してください。こんな感じで紙がきれいに取れました。こう指で触ってみてつるっとしてたら大丈夫です。そしたら一回水で洗い流します。はい、洗い流してきました。そしたら一つだけ注意点があります。インクが乗っている場所、転写した場所を触らないようにしてください。触ると指に転写した色がついてしまいます。極力触らないようにこれから作業してください。ちょっと濡れてるんでキッチンペーパーとかに軽く押し当てて水分を取ってあげてください。次はこの軟質カードケースをカットしていきます。こっちのサイドは絵柄から 1.5 センチぐらいのところを切ってください。まあ大体で大丈夫です。上下は水色と青のギザギザを含めて 1.5 センチぐらいのところをカットします。反対側も同じようにカットします。袋をコピーした時にまっすぐには多分コピーできないと思うんでちょっとね歪んだりするとは思うんですけどこの辺は大丈夫かなと。はい、こんな感じでカ
カットできました。このね、ガラスの飛散防止フィルムっていうのをカットします。ここがどうしてもベタベタするので、透明のこのフィルムをね、上から貼って中にね入れるものがくっついたりしないようにこれを貼りたいと思います。横が 12.5 センチ、縦は水色と青のギザギザを含まない高さを測ってください。だいたい 7.5 センチ、 7.5 センチ ×12.5 センチ ぐらいです。さっき測ったサイズにフィルムをカットします。はい、フィルムの方カットできました。このフィルムを上に貼っていきます。少々ずれてもね大丈夫なので、なるべく空気が入らないように貼っていきます。フィルムが貼れました。貼れたら今度はこの白のマスキングテープをこのイラストの上に貼ります。イラストのこの白の部分っていうのが転写によってなくなってしまっているので、マスキングテープをここに貼って白をね出していこうと思います。白のマスキングテープを貼りました。前から見るとこんな感じで透けてる部分と透けてない部分ができます。次に使用するのがこれ、温めておいたウレタアイロンを使用します。端と端を合わせます。ちょっとずれてても全然大丈夫です。合わせたところにクッキングシートを半分に折ってかぶせます。この成分表よりこっち側、この余白を熱でねくっつけていきます。やけどをしないように気をつけてください。こんな感じでくっついてます。冷めるまであまり触らないようにしましょう。このまま冷ましておきます。冷めたらもう少し幅が長いので半分ぐらいにカットします。あまり切りすぎないように気をつけてください。そしたらこう下に押し付けて、くっつけた部分は横に倒してください。こんな感じでイラストが前に来るように押してください。そしたらさっきと同じように下をくっつけていきます。ちょっとね指でこう折り目をつけてあげると形が決まりやすいと思います。さっきと同じようにクッキングシートを当てて熱でくっつけていきます。熱を加えた後に、熱い時は無理せずにこう指でギュッて押してあげると綺麗にねくっつきます。特にこの端っこっていうのは開いてきやすいので、しっかりこうギュッとね押さえてあげてください。ギュッと、これも冷めるまで置いといてください。冷めたら今上が空いてると思うので、上からね好きなビーズだったりとかいろいろねお好みで詰めてください。少なめに入れた方が打った時にシャカシャカ音が鳴って可愛いです。キャラに合わせていろいろ入れてあげても可愛いと思います。パワーちゃんなんでちょっとね赤基調でいきたいと思います。余ったレジン液とかでこう作ったパーツとかがあればこういうのも入れても可愛いと思います。詰め終わったら下
下と同じようにパイロンで留めていきます。この上下がくっついたのでギザギザハサミでカットします。ダイソーとかの100均のギザギザハサミってちょっと硬いものには多分使えないと思うんで、ついやつでやると綺麗に切れるのでこれおすすめです。カットします。ギザギザにカットできました。下も同じようにカットします。くっついてないところをカットしちゃうと中身が出てきちゃうので気をつけてください。はい、こんな感じで袋状に完成しました。ここにボールチェーンを通すようにハトメを打っていきたいと思います。ダイソーの一つ穴のパンチでまず穴を開けていきます。ちょっと穴が小さいので穴をね拡張します。こんな感じで大きめの穴を開けます。今回はこの透明のねプラスチックのハトメをつけたいと思います。これもごっついやつです。これを穴に入れてはめます。ギュッと押します。このハトメは Amazon で購入しました。リンク貼っておきますね。こんな感じでキーホルダーをつける穴が開きました。ブルーのボールチェーンをつけたいと思います。ソーマンのランチパックの可愛いキーホルダーが来ました。じゃん。裏もねキラキラシャカシャカですごい可愛いです。デンジ君もあります。やっぱミニチュアサイズって何でも可愛い。すごい可愛い。裏も見にくいけど、実は成分表までバッチリ転写されてるので、すごい可愛いです。もし、表の賞味期限を消したいなっていう方は、コピーする前にパッケージの賞味期限をね、チョコ液とかで消しておいてからコピーしてください。ぜひ、チェーンソーマンとローソンのコラボのランチパックをね、食べたら可愛いキーホルダー作ってみてください。年内最後の更新です。1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。